Anime Expo, day three. How's it going? Yeah, yeah, that's what I like to hear. And without further ado, I would like to invite our first guest, Miss Tanaka from Studio 4C. You're familiar with some of their stuff, right? Give me a big round of applause. Hi, nice to meet you. Studio 4C の、CEO でプロデューサーの田中英子です。今日は皆さんとに新しい、ビッグニュースを伝えられるのがとても楽しみです。Let's go ahead and bring our other special guest, Mr. Inafune, onto the stage. はい、こんにちは。Inafuneです。こんにちは。はい、今年もですね、アニメエキスポに帰ってこられて本当に嬉しいです。皆さんにお会いできてですね、本当に今日は、特別なニュースを用意してますんで、ぜひ皆さんにですね、一番最初にお聞かせしたいなと思います。スタジオ 4°C とですね、コンセプトで、ちょっと企みがありましてですね、面白いことをやってみたいっていうところがあってですね、それをまあ詳しくはこの後お知らせしますけど、アニメとゲームってやっぱり近い存在なんで、アニメとゲームをどう融合させるかみたいなところのチャレンジの一つですね。もうこのティザーが流れたってことは、私はこれを脱ごうかと。Having said that, I think now at this moment it is fair game for me to take off my jacket and show you guys a little something. アニメね、僕実はアニメのが大好きでですね、アニメのようなゲーム作りたいなっていうのを昔からずっと思っててですね、そこで、4°C さんとですね、一緒に何かできたらっていうことで、本当になかなかこうアニメとゲームって一緒のようで、仕事としては一緒じゃないんで、仕事としても一緒にできたら面白いかなとは思ってます。実は去年私はアニメエキスポに初めて来たんですけれど、その時にグリーンルームというウェイティングルームでイナフネさんとばったり会いまして、でそのことがちょっときっかけで、その後イナフネさんに、その年の秋に何か面白いことを一緒にできないですかとお話をしたら、じゃあ一緒に何かやりましょうよということで、この話が持ち上がったんですね。同じようなアニメの世界で、駆け抜けるようなゲームをやりたいっていう気持ちをですね、ずっと持ってて、実現したいなっていうふうに思ってます。いい形で完成まで持ってこれて、発売あと発売迎えるのみっていうふうになりましたけども、同じようにですね、自分たちの夢と、皆さんのやりたいゲームっていうのをこう一致させてですね、でお届けできれば、日本のゲームっていうのがもっともっと世界で、活躍できるんじゃないかなって思います。どうですか？ What do you guys think? はい、ゲーム作りが昔と変わってきてですね、本当にファンの力がないとなかなか作れないし、やっぱファンのために作っていくんだっていう本来のですね、ゲーム作りに戻していきたいと思ってるんで、ぜひ力を貸してください。イナフネさんの素晴らしいパワーをもらって、4°C はじゃあこのキャラクターとこのゲームと、だったら 4°C はどんなことができるんだろうということを考えました。みんながゲームをすると、ゲームの中で、実はゲームはの中で、皆さんは主人公になれるんですけど、アニメの中ではなかなか主人公になることができないっていうのは、すごい実はゲームとアニメの大きな違いで、アニメにとってのハードルだと思ってたんですね。でもアニメもなんかゲームのような楽しみ方はできないだろうかということを考えて、宝探しアニメーションというのを考えつきました。最終的には映画として、全世界で公開をしたいというふうに考えてるんですが、まずはファーストステップでステップを重ねていって、宝探しを続けていくアニメーションです。レッドアッシュ。